ございます。アンパガニキの島田キュリアです。昨日ね、あの夜中に配信してる時にちょっと急に明日のコラボ配信誰にしようかなってことで、はい、ちょっとあの電話して島田キュリアにちょっと何時がいいって聞いたら、あ、ちょっと11時起きれるかみたいなことにちょっと不安なんで14時でっていうね、朝がちょっと不安な島崎さんです。よろしくお願いします。シェアしますね。今日は二度寝しましたか？今日ね、二度寝しました。でも二度寝の規模はあれですよ。私目覚ましの前に起きたんです。今日6時に起きて。あー、早いね。いや、まだこれ寝れるぞって思って1時間二度寝しました。ああ、じゃそれはセーフだね。セーフです。一番あの言うてね、10時に起きたんで、二度寝はいらない時間でした。休日に先輩に呼びつけられたザキコさんだって。いやいやいや、もうね、時間あれです、余裕ありますから今。ありがとうございます。昨日島崎みんなメンバーみんな暇だからとか言ったらさ、暇とか言うなよって言われたんだよ。いや、まあ実際そうですよね。そう、やることをね探してるからみんなね、なんか限られちゃいますからね。そうなんだよ、家にいると。何してたの？うわ、あの生産、あの買い着物してました。それな、うちもこの時間にちゃんと書くわ。はい。はい、ということで、ですね、今日はね、もともとあの、アットジャムに出演している日だということで、ちょっとアットジャムのセットリストね、せっかくめっちゃね、時間かけて考えたので、ちょっと今回は最後のブルーベリーステージがこの時間にライブ開始ということで、ブルーベリーステージのちょっとセットリスト、ワンフレーズずつ。なんか歌割りごとね、なんかいい感じのところで、はい、交代しながら歌っていこうと思います。じゃあまず最初の曲いきたいと思います。あ、じゃあ先行でお願いしますね。はい、いきます。ここなしですか？なぜか息についていないな。寝不足、頭についつい浮かれてた。う、前髪が風に乱れてハッとした。乗りたかった電車が私を置いて走る。最忙しい、忙しい、おしゃれもサボりがち。一つ泣きつけて明るいけつむつむ伏線だって信じたい。いいでしょ、スリルも人生楽しみたいじゃん。どの道未来は幸せになれるはず。気楽だって味わいたいじゃん。ひとまずは、はい、ということで1曲目はどの道ハッピーでーす。どの道ハッピーでした。どの道ハッピーってここまで歌ってないもんね、この後じゃ。わ、そう、確かにそうかもしれないです。なんかそのどの道ハッピーをどこに入れるかめっちゃ悩んだよね、セットリスト。そうですね。でもやっぱあの、いいです。なんか、ラストやっと来た感がありますね、一曲目に。そうだよね。
多分この曲を待ってる人ってめっちゃいると思うから、なんだろう、割とナツメグとか二の足ビーロンリーってマストで入ってくる曲だけど、うんうんうん、どの道の入れる場所にすごい悩んだけど、多分聞きたい人が待ってる人がいると思ったので、今回はどの道で始まりました。ということで2曲目いきたいと思います。あ、そうか、これはねめちゃめちゃね熱々のやつですね。じゃあザキコからお願いします。はい、皆さんぜひお家で一緒に楽しんでいきましょう。で、なかなか歌っていいな、歌ってなんちゃせないな、あっちにいいじゃん、楽しんでたい。トゥイットトゥイットパンケーソーシャル、トゥイットハイテンション、トゥイットトゥイットキラキラ、ハートに火をつけて、風船が飛んだ、こうやってわちゃわちゃ恋をしようぜ、わちゃわちゃウェブ、わちゃわちゃ恋をしようぜ、ずっと踊り尽きて、ルーペンはわちゃ寒い感想に移動して、オールピーワッチャーワッチャー愛しようね、ワッチャーワッチャー愛しちゃおうね、オーケー、意外雑音はほっといて、イカスピーチ熱い感情を目指して、ピピピピピピ、はい、入ります。はい、あのいつものね、ちょっと歌詞がわからない、ばあちゃんややこしいですからあのね、あみちゃんにもそれでね、あのすごいフォローしてもらったちなみに森永は一緒に歌えないパターンはい、ちょっと一回、アイテムを読みます。アイテムですね。ありがとうございます、皆さん。堀さん、音符ありがとうございます。熊太郎さん、音符ありがとうございます。のんぽさんも音符ありがとうございます。あゆさん、レインボースターありがとうございます。ということで、2曲目。あ、どうぞ。いいですか。熊太郎さん、拍手ありがとうございます。ゴンタくんさん、だるまありがとうございます。白ごはんさん、ヨーヨー。熊太郎さん、かわいいかわいい、ありがとう。マリンちゃん、花火ありがとうございます。はい、ということで2曲目はワッチャウですね。ワッチャウからの次の曲つなげてアゲアゲにしていきたいと思いますので、続いての曲いきたいと思います。はい、皆さん本当に本当にね、あの後じゃラストスパートなので、ぜひ一緒に拳上げていきましょう。さっきどうぞ横断歩道のずっと向こうを渡れないわ、きっとこの可能な胸騒ぎ声を振り合う、少し怖い、しるしんかけるしたい声と踊らない、ルポレ東京を今にのしるしの笑顔に勇気が欲しくて、夢じゃなくするのくまっすぐ優しくいるからだ、
くなっちゃった。ダンザメか東宝末伝統期なんかきっと好きにしてるね、この期間でね、はい、適当に吹いてたらね、なんか吹けるようになったのよ。適当ですか？適当に吹いてた。すごい。島崎もね、あの口で吹いてね、今度。そうですね。持ってきてないですけど。普通持ってこないよね。カジーはちゃんと持ってきてたよ。あ、さすがですね。商売道具だからね。はい、ということで、どこまで読んだかな。ここまでだ。しんいちさん、ハートありがとうございます。あいゆさん、花火ありがとうございます。ま、トランさん、かわいい、ありがとうございます。かーくん、拍手ありがとうございます。どうぞ。マリーちゃん、音符ありがとうございます。くまたろさん、音符ありがとうございます。かーくんさん、拍手ありがとうございます。はい。ということで、次がね、最後の曲になります。ここまで。あ、ノンストップでやってきましたね。はい。今日はね、割と MC 少なめで、パイナップルも MC がほんと最後だけでダーってやって、ブルーベリーもここでちょっとおしゃべりをしてからの最後に、ね、みんなこの曲が聴きたいんじゃないかということで、最後はこの曲で盛り上がっていきましょう。もしてことさ、夏は見るよ。いつもへ感じるものだったり、先どうぞ。ビタの向こうの属性がいい、いいことしかない予感、また今日で記録更新する今もし何もかぜひゅるり吹き抜けた未来を追いかけよう。カラフルに染まる道もち青空広したサイダー、まだ誰も見たことない景色を見に行こう。最後、最後いきますね。この一歩が今日も世界を広げてくまさに
てくださいよ。もうちょっと空気がちょっと読めなかったです今。はい、最後のとこでしたね。はい、ということでちょっとありがとうございます。あのアイテム読みますね。はい、すみさん、ミラモールありがとうございます。のっぽさん、音符ありがとうございます。のっぽさん、花火もありがとうございます。トランさん、花束もありがとうございます。どうぞ。はい、待ってください。くま太郎さん、ミラーボールありがとうございます。マリーちゃん、音符ありがとうございます。マリーちゃん、拍手ありがとうございます。はい、ということで今回ですね、はい、アットジャムのセトリをね、ショールームで、いろいろやってきましたけど、皆さん安心してください。ツアーがあります。安心ですね。ちょっとね、ツアーのですね、会員限定チケット受付が本日までなのかな、本日最終日です。受付最終日になってます。 FC 選考ですね。 FC の会員限定チケット受付が今日までになっております。これは千葉ですかね。千葉の FC 選考が今日までです。柏パルーザでの、追加公演になっておりますので、ぜひ10月の10日日曜日ですね、柏パルーザにお越しください。お願いします。きっと FC の方がお得なのかな、いい席で見れたりすると思いますので、ぜひ。そしてショールームでね、あの透明版のチケットをこうカートボタンで購入することができますので、ぜひ透明版、こちらもね、数に限りがあってもう少なくなっているところもあると思いますので、お早めにゲットしてください。一般チケットがですね、いつものライブよりもちょっとお休みになっているので、気軽に初めましての方も透明版遊びに来ていただけたらなと思います。ちょっとね、遠くに行くの心配だよっていう人もたくさんいると思うんですけど、しっかり私たちも感染対策して臨みたいと思いますし、皆さんもそれまでちょっと外食控えようかなとか、外出はちょっと控えようかなっていうね、みんなでしっかり対策をした上で、ツアーに臨みたいと思いますので、皆さんもご協力よろしくお願いします。お願いします。それぞれ配信ショールームでみんなやっているので、ショールームからチケット購入していただくとメッセージとかサインがつきます。お得だと思うので、ぜひ皆さん遊びに来てください。待ってます。はい、他に何か告知ありますか。ゆりは大丈夫です。お疲れ様でした。イベントショールームの、ああありがとう、おめでとうございます。出てくれて、ありがとうございます。本当に小崎さんのファンの方も応援してくださったんで、皆さん本当にありがとうございます。いや、もう温かいファンの方が多くて多くいらっしゃって、本当にありがとうございます。お疲れ様でした。餃子おごります。連れてってください。はい、勝手に注文して住所に送りつけますね。はい、そういう感じですね。ありがとうございます。サアンバサダーだからね、ちゃんと仕事しないと。チョッパチョパだ。ゲット今買っていただきました。おー、マリンちゃん、東京の2部ですね。ありがとうございます。嬉しい。うわ、ありがとうございます。嬉しい嬉しい。チケット大切にね、メッセージ書かせていただいてお待ちしております。眠そうだね。眠くないですよ、本当に眠くないですって。この後何するの。この後ですか。書きますね。めっちゃ書くじゃん。でも多分うちの方が出してないと思う。いや、そんなことなかったんですよ。この間話したじゃないですか。うん、私書いてなかったです。え、もう間に合わないんですか。大丈夫それ。分かんないです。でも私にも行けないですし。そうね、こういうところでね、島崎が意外とめかさつなところがね、少しずつねバレてほしいなっていう。もうバレてますよ。多分ね、うちと一緒だから、島崎は。頑張ります。うちの後ろに隠れてるだけだもんね。
顔出してます正直あの私があのしっかり避けて島崎を前に出していきたいと思います。並びましょう並びたくない島崎前に出すわということで、あランキング、じゃあこっちのランキングからいいですか。はい、第3位のっぽさん、第2位トランさん、第1位すみさん。すみさんありがとうございます。どうぞ。第3位きょうちゃん、第2位マリンちゃん、第1位くまとろさん、ありがとうございます。こちらくまとろさんからありがとういただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。くまとろさん拍手ありがとうございますということで、この配信はこれにて終了したいと思います。2週間後にあの元気に会いましょう。はい、ありがとうございました。あとおすすめのアニメは、じゃあドラマでいいですか。あ、いいよいいよいいよ。闇金牛島くんを 見ました。あーね、うちさ牛島くんのことさ宇治島くんって言っちゃうんだよねいつも。うん、もう言ってください宇治島くん死と字の位置がさずれちゃうんだよね。はいえ、なんかアマプラのところで今日できた、はいはい、上の方に、はいはいはい、宇治島くんが見ようかな宇治島くんね。そう宇治島くんですね。そうちゃんと見ようと思います。皆さんもあの、はい、宇治島くんぜひ見てくださいえ、うちのおすすめなんだろう。え、教えてください。ねされた側のブルー。あー、え、見てる見てないですけどちょっと漫画見たことあります。どういう話か。そっか、あとあれなんかただ離婚してないだけっていう。でももう進んじゃってるんだけど。あ、今やってるんですか。今やってるやつなんだけど、ただ離婚しないだけっていう、ちょっとね人を殺しちゃって埋めてあるんだけど、はいはいはい、その死んじゃった妹、弟、お姉ちゃんが死んじゃったんだ、殺されちゃったんだけど、弟がお姉ちゃんを探してて、でそのお姉ちゃんとその兄弟はお金ない家だから、ちょっとなんかそっちの闇系のバーで働いてたのよお姉ちゃん。そこのヤクザみたいなのが絡んできて今すごいね。面白そうですね。そう、結構ね面白いのやってんだけどね、もうね 5,6 話ぐらいまで行っちゃってるから あれだけど、でもなんかそういうの漫画とかであるやつだよねきっと。確かにわかんないですけど原作とかありそう。見てみて。調べてみます。 暇つぶしにありがとうございます。あとちょっともう一個、ね、アベマ TV の、はいはい、マットなんだっけ、マットマックス TV っていうのが面白いから見て。はい、え、見返しできますか。あ、いけるいける。おお、マットマックス TV で、マットマックス TV、 はい、おすすめ。あゆさん、ヨーヨーありがとうございます。あゆさん、誰もありがとうございますそれでは配信は終わりたいと思います。ありがとう。ありがとうございました。じゃあおやすみ。